どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。以前のですね動画、新ヒーローイラストコンテストの募集動画の続きとなります。こちらついに投票期間に今なっております。こちらのですね、投票期間となっております。さあもうね、概要については動画概要欄のリンクにですねアップバンクさんの記事がありますので、そちらからご確認ください。今回10作品の中から3回投票することができるということで、皆さん投票してしちゃいましょうということで、はい、早速作品の方を見ていきたいと思います。はい、1作品目はですねこちらですよ。こうね、ウィザードって騒がれてたじゃないですか。そこであえての魔女、こうね魔法使いではなくて魔女をこう選択してきたということですね。こうなんですか、こう可愛らしいね、こうやはりね、こうなんですか、こうね噂にとらわれない、このちょっとこう変えてくる、ちょっと変化球加えてくるあたり、さすがですね。はい、続きましてこちらはですね、あの新ヒーローの影をそのまま書いておりますね。やはりこちらもこうウィザードと騒がれていましたけれども、なんとこの杖ではないかと言われたこの部分をドラゴンの羽にして考えております。いや、これすごいですよね。本当にすごいなと思いますね。これ見た瞬間、普通にヒーローとしてありえますよね、これ。はい、続きまして見ていきましょう。皆さん大丈夫ですか。このあとこのレベルの作品が8つ出てきますからね。皆さんここから、3つ投票してくださいね。はい、うわー、こちら来ました。続きましてなんかゴーレムのような岩のような感じですけれども、いや、こちらもね、なんていうんですか、このウィーンとか出てますか、ウィーンって出てます。これね、もう発想力が違いますね。もう皆さんすごすぎますよ。はい、そして次こちら来ましたよ。こちらもうなんかもうガチ系ですね。やはりウィザードと言われていたので、ウィザードではないかなとか噂とかすごいわけですよ。ドラゴンじゃないかなっていうですね、まあその憶測もあったんですけれども、こちらウィザード、このね、なんかこうもうもろウィザードみたいなね、強いそうな感じですね。はい、そしてはい、こちらなんていうんですかね、こうウィザードっぽいような盾が持っていて、こう幻想的、こうなんつうのこうアニメチックではないな、ドラマチックでもないな、そういう感じしますけれども、まさかの日本風な感じで、いや、こちらねすごいですね。こちらの本もね、まさかのこうなんつうんですか、魔法使いの本とかじゃなくて、もう多分これ歴史の本ですよね、多分。ということで続きましてこちら、いや、もう私たちがこう想像していたものではないでしょうか。こちらやはりですね、今までこう様々なね、こうなあ、そこついてくるのかっていう、こうカーブとかね、こう変化球加えてくる中、こちらもう影にぴったりと合わさっておりますね。もう何ですか、これヒーローですって言われても、あ、わかりましたって、こうそのレベルですよね。続きまして、うわ、来たの魔法使いから出る雷、やはりね、ウィザードレベル4ぐらいからこう雷がね、まあエフェクトとして追加されるので、なんかこう、なんですか、ウィザードを基調にして、そこからなんかゼウスみたいなね、ハフロナのゼウス。続きまして、こちらすごいですね。こちらね、あの杖ではなくもうギターにしてしまったと。そしてウィザードが持っている本ではないかと言われた、これも全開ロックって書いてあるんですよ。全開ロック、これちょっとこの人に聞いてもらいたいですね。全開ロック、ちょっとあのおでんさんとか、ちょっと全開ロックの動画出してくれないかしらね。おでんソングとして全開ロックね、ちょっと聞いてみたいですけどね。はい、こちら続きまして、これはおそらく何ですか、まあ、動物と言いますか、このね魔法使いさんがこう従えてる動物みたいな感じですよね。こちらも、まあ、こうウィザードっぽく、でもなんかおじさんではない、こう青年みたいな感じですよね。続きましてこちら、もうねアヒル、ね、しかも魚、もうね、何でしょうね、もうこれ着てもなんか面白いですよね。これ着て、あのクラクラって皆さんご存知ですか、左下に海があるんですよ。実はってか、もう皆さんご存知だと思うんですけど、その海からね攻撃してくれたりするんじゃないですか。こんな感じでね。はい、そしてまあということで、これがまあ以上10作品ということで、いや、この中から10作品
10作品からね3つしか選べないのって感じですけれども、皆さんぜひとも投票して盛り上げていきましょう。いやこれね、まあ、私がねどれに投票するとか言っちゃうとちょっとこうね、こう なんですか、こう印象みたいなちょっと変わってきてしまうと思うので、私も後でひっそりと投稿ではなくて、その投稿っていうか投票ですね、していきたいと思います。ということでご視聴おろろろ、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。